態で今柴崎をバックベンチに呼びましたね、日本、うん、これからね、絶対重要人なポジションの、ね、はい、選手ですからね、鹿島でプレーしています22歳の柴崎岳が呼ばれています。まあ、柴崎にとっても初めてのアジアカップになります。イラク戦の次